ヘルシー FC は、イングランドの首都ロンドン西部をホームタウンとする、イングランドプロサッカーリーグに加盟する、プロサッカークラブ。愛称はブルーズ。プレミアリーグに所属し、同リーグにおいて5回の優勝記録を持つ。ブルーズの愛称で知られる。2003年に、ロシア人の富豪ロマンアブラモビッチが、オーナーに就任して、以降、豊富な資金力を活かして、プレミアリーグ有数の強豪クラブとなった。 ホームスタジアムはロンドンのスタンフォードブリッジ。同じロンドンに本拠地を置くアーセナルは労働者階級の支持層が多かったのに対し、チェルシーは富裕層の支持層が多かった。凶暴なサポーターが多いことで知られたが、1992年にプレミアリーグが誕生して以降はスタジアム周辺の整備に力を入れたこともあり、今は問題が起こることはほとんどなくなっている。 富裕層が多いのは高級住宅地の中にスタジアムがあることと関係がある。1905年3月10日、設立のきっかけはスタンフォードブリッジを購入したガスミアーズとジョゼフ・ミアーズの兄弟がフラムにスタンフォードブリッジを本拠地として使用することを打診するも、これを拒絶されたことにある。ミアーズ兄弟はスタンフォードブリッジを本拠地として使用するクラブが必要となり、 そのクラブとして、チェルシー FC が設立された。設立当初は、サザンフットボールリーグに加入する予定だったが、フラムやトッテナムホットスパーなどの反対を受け、フットボールリーグ2部に所属することとなった。1915年の FA カップで決勝まで進んだ。決勝では、シェフィールドユナイテッドに敗れたものの、これが、クラブが初めて経験した大舞台だった。 第一次世界大戦による中断後の1919 19から20シーズンにはリーグで3位の成績を残す。以降は二部降格など低迷していった。再び脚光を浴びるようになるのは1950年代に入ってからになる。1952年にアーセナルで選手としても活躍したテッド・ドレイクが監督に就任するとチーム改革に着手。 1954から55シーズンにクラブ史上初のトップリーグ優勝を手にした。このリーグ優勝により、同年に始まった UEFA チャンピオンズカップのイングランド代表としての出場権を手にしたが、FA やフットボールリーグからの反対を受け、出場を辞退させられる。その後は低迷期に入り、1961年にクラブの英雄的な存在だった。 ジミー・グリーブスを AC ・ミラーに引き抜かれた。1961から62シーズンに二部降格の浮き目に遭う。クラブを立て直すために33歳のトミー・ド・ハーティに監督を依頼すると、これが功を奏してわずか1シーズンで一部に復帰。これ以降は安定して上位を維持するようになり、1964から65シーズンにフットボールリーグカップで初優勝を果たす。 1965から66シーズンに、インターシティーズ・フェアーズカップで、ローマ、1860ミュンヘン、ミランなどを破り、ベスト4まで勝ち進んだ。準決勝では優勝した FC バルセロナに敗れた、ものの、初めて、欧州カップ戦で好成績を残した。トッテナムと対戦する、チェルシー1967年に、当時のコーチだった、デイブ・セックストンが監督に就任すると、 1970年に FA カップ初優勝を果たす。1970から71シーズンに FA カップ王者として UEFA カップビィーナーズカップに初出場し、決勝まで勝ち進んだ。レアルマドリードとの決勝戦はギリシャのスタディオヨルギオスカライスカキスで行われ、試合は延長戦までも連れ込むものの1から1と決着がつかず、引き分け再試合に。 二日後の再試合で、ピーター・オスグッドとジョン・デンプシーの得点で、レアル・マドリードを2から1で破り、初めて欧州タイトルを獲得した。これにより、チェルシーは、イングランド国内だけでなく、ヨーロッパでも一目を置かれるクラブとして、格好たる地位を築いた。1970年代中盤になると、再び成績が低迷し、2部に降格。さらに1970年代後半には、 財政難が表面化した。この頃のチェルシーはイングランドでも有数の凶暴なフーリガン集団を抱えるという問題にも苦しみ、1980年代前半までは長らく低迷を味わった。ケンベーツが会長に就任して以降はなかなか安定した成績を残せないでいたが、1989年に2部で優勝し1部に昇格して以降は トップリーグに所属し続けている。1990年代に入るとクラブは躍進を始めた。1993年に元イングランド代表のグレンホドルを選手権任監督として迎え、1994年に FA カップで準優勝。1995年に UEFA カップウィナーズカップでベスト4に進出。1994年に ケンベイツが投資を呼びかけ、チェルシーの熱狂的なファンだった、実業家のマシュー・ハーディングが、クラブの経営に加わったことで資金面に余裕ができ、イタリアから後に、選手兼任監督を務めることになる、オランダ人のルート・フリットや、ダンペトレスク、マーク・ヒューズラ、大物スター選手の獲得に成功した。1995年12月に、ボスマン判決が下されたことで、 現在に至るまでの外国人のスター選手を大量に獲得するクラブの経営手法がチェルシーで確立される。これによりプレミアリーグの国際化に先立って多国籍軍団と称されるようになった。この頃からスタンフォードブリッジの大規模な改修工事が行われ、スタジアムにホテルとメガストアと呼ばれるショッピングモールを併設したチェルシービレッジの建設が始まった。 1996年に監督のグレンホドルがイングランド代表監督に就任したことを受けてルートフリットがプレイングマネージャーに就任。フリットはその長いセリ A での活躍をもとに築いたイタリアコネクションとボスマン判決を活用してジャン・フランコ・ゾラ、ジャン・ルカ・ビアディ、ロベルト・ディ・マッテオなどの大物外国人選手を多数獲得した。1996年10月に クラブに多額の資金援助をしていたマシュー・ハーディングがアウェイのボルトン戦の感染後にヘリコプターの墜落事故で亡くなってしまう。十分な財政支援を得られず大きな負債を抱えることとなった。1996から97シーズンに外国人選手の活躍もあり2度目の FA カップ優勝を達成。ジャン・フランコ・ゾラが FWA 年関西優秀選手賞を チェルシーの選手として初めて受賞した。1997から98シーズンにグスタボポジェ、トーレアンドレフロー、エト、デフイラを獲得して戦力強化を図った。リーグでは一時2位につけ、カップ戦も順調に勝ち進んでいたが、シーズン途中でフリット監督は解任。ジャンルカビアリがプレイングマネージャーとして指揮を取ることになった。 1997から98シーズンは UEFA カップウィーナーズカップとコカ・コーラカップを制した。UEFA カップウィーナーズカップはクラブ史上2度目の制覇だった。カップ決勝では後半途中出場のゾラが入って1分にも満たない時間で決勝ゴールを挙げシュトゥットガルトを1-0で下して優勝を決めた。UEFA スーパーカップの出場権を得たため、 UEFA チャンピオンズリーグ王者のレアルマドリードとモナコで対戦をすることとなった。試合はグスタボポジェの得点でレアルマドリードを1から0で破り UEFA スーパーカップも制した。1998年のチェルシーは1900年代のチェルシーの中で最も成功した年といえる。1998から99シーズンはピエル・ルイジ・カジラギ、マルセル・デサイ、 ブライアン・ラウドルップ、アルベルト・フェレールらを獲得した。カジラギはシーズン途中で大怪我を負った上に、ブライアン・ラウドルップはシーズン序盤にホームシックでデンマークに帰国するなど問題が発生した。これらを受けて、プレイングマネージャーであったジャンルカ・カビアンリは監督業に専念するという理由で、シーズン途中で選手としての現役を終えた。 このシーズンは連覇を期待された UEFA カップウィーナーズカップではマジョルカに敗れベスト4に終わったがプレミアリーグでは一時首位に立つなど終盤までマンチェスターユナイテッドやアーセナルと優勝争いを繰り広げ3位に入り UEFA チャンピオンズリーグ出場権を初めて勝ち取ったこのシーズン頃からキャプテンのデニスワイズ以外が全員外国人で ピッチ上の11人全員が外国人ということも当たり前になっていた。1999から2000シーズンにティリエディシャンやクリス・サットンらを獲得するもどちらも目立った活躍を見せられずに1年に退団した。3度目となる FA カップ制覇を達成し、旧ウェンブリースタジアムを使用した最後の FA カップ王者というおまけ付きでの優勝だった。 このシーズンはチャンピオンズカップ第1回大会を出場辞退して以来実に44年ぶりに UEFA チャンピオンズリーグに出場した。1次グループリーグでミラン、ヘルタベルリン、ガラタサライと対戦し1位で通過。2次グループリーグではラツヨ、マルセイユ、フェーノールトと対戦しラツヨに次く2位で決勝トーナメントに進出。 決勝トーナメントでは準々決勝でバルセロナと対戦し、ホームでは3から1で解消したものの、アウェーで1から5で敗れ、2試合合計4から6で姿を消した。2000から01シーズンにジミー・フロイド・ハッセル・バインク、イエスパー・グレン・ケア、エードル・グジョンセンらを獲得。ハッセル・バインクはリーグ得点王に輝くなどチームを牽引した。シーズン序盤に、 監督のジャンリュカビアッギが解任され、同じイタリア人のクラウディオ・ラニエリを招聘したものの、リーグでは注意に終わった。UEFA カップでも1回戦で敗退した。2003から04シーズンは、イタリア人監督のクラウディオ・ラニエリは既存の選手と、新加入選手を融合させ、無冠ではあったものの、プレミアリーグで2位、チャンピオンズリーグでもベスト4という好成績を収めた。 チャンピオンズリーグの決勝トーナメント準々決勝で、プレミアリーグ無敗優勝という快挙を成し遂げた、アーセナルを破り、クラブ史上初めてベスト4に進出した。2004年夏、全 FC ポルト監督のジョゼモーリーニョが監督に就任。2004から05シーズンは、勝ち点95、得失点差57という驚異的な成績で、プレミアリーグを独走。 1954から55シーズン以来50年ぶりにトップリーグでの優勝を果たし、カーリングカップも制して2冠で、クラブ創立100周年を祝った。チャンピオンズリーグでは2年連続でベスト4に進出したものの、大会の優勝チームのリバプールに敗れ、クラブ史上初の決勝進出はならなかった。2005から06シーズンのリーグ連覇2005から06シーズンは、 プレミアリーグ創設後、マンチェスターユナイテッドについでにクラブ目のリーグ連覇を達成。モーリーニョの就任後、ホームスタジアムであるスタンフォードブリッジではまさに無敵の状態で、このシーズンは19戦18勝1分けという圧倒的な強さであった。チャンピオンズリーグでは決勝トーナメント1回戦で2年連続でバルセロナと対戦し、敗れてベスト16に終わっている。 2006年夏の遺跡市場では、ミハエル・バラック、アンドリー・シェフチェンコ、アシュリー・コールら大物選手を獲得した一方で、ダミアン・ダフ、エールル・グジョンセン、ウィリアム・ギャラスといった、それまでの主力選手を放出して、チーム編成を一新した。2006から07シーズンは、カーリングカップと FA カップの2冠を達成し、モーリーニョの監督就任以来3年連続で、 タイトルを獲得するも、リーグでは、マンチェスターユナイテッドの後陣を敗して2位に終わり、3連覇を逃した。チャンピオンズリーグでも2年前と同様、決勝トーナメント準決勝で、リバプールに敗れ、ベスト4の壁を越えることはできなかった。このシーズンの結果を受けて、高額な給料に反して期待された活躍ができずに、終わった新加入選手と、その獲得を押したとされる。 クラブの経営陣に対する批判が起きた。こうした状況は2007から08シーズンも続き、シーズン序盤の9月20日に強いカリスマ性で、選手やファンから支持されてきたモーリーニョが辞任すると、同様にする選手の声、経営陣の責任を問うファンの声などが頻繁に聞かれた。フットボールディレクターであったアブラム・グラントが新監督に昇格し、混乱の残るチームを引き継いだグラントは、 チーム内でくすぶる不満の沈静化に着手し、コーチとして新たに昇平された変革点カテと共に、新体制を指導させた。選手の求心力を失い、優勝を競う力は残されていないかに思われていたが、新体制の下でチームは徐々に息を吹き返し、リーグでは前年同様マンチェスターユナイテッドに優勝を譲ったものの最終節までもつれる猛追を見せた。 またクラブ史上初めてチャンピオンズリーグの決勝進出を果たし、再びマンチェスターユナイテッドと対戦。雨の降るモスクはルジニキスタジアムで行われたチャンピオンズリーグ決勝は120分で決着がつかず、PK 戦にも連れ込んだ。キャプテンのジョン・テリーが足を取られて失敗し、またしてもマンチェスターユナイテッドの前に敗れ、チャンピオンズリーグ制覇を目前で逃すこととなった。 この結果、4シーズンぶりに無冠に終わった責任を取る形で、グラントは解任された。その後、ポルトガル代表監督を退任した、ルイス・フェルペス・コラーリが監督に就任し、2008年末に彼の教え子であるデコなどを獲得した。2008から09シーズンは、開幕当初こそ期待通りのテクニカルなパフォーマンスを見せたものの、優勝を争う。 上位陣との直接対決で勝負弱さを露呈し、徐々に優勝争いから脱落していった。2004年2月21日から続いた、ホーム連続無敗記録が2008年10月27日のリバプール戦でストップするなど、ホームでの戦績も低迷した。2009年2月11日にスコラーリは解任され、公認としてロシア代表監督であったフースヒリンクが、 シーズン終了まで暫定的にロシア代表との兼任という形で就任した。ヒディンクは短期間でチームの立て直しに成功し、プレミアリーグ3位、チャンピオンズリーグベスト4という成績を残した。シーズン最後の試合となった FA カップ決勝でエバートンを破りタイトルをもたらして2008から09、シーズンの優秀の美を飾った。 2009から10シーズンのリーグと FA カップ2冠、達成パレードモーリーニョの退任後2シーズンで4人の監督が入れ替わった同クラブは、長期政権を築くべく、8シーズンにわたって AC ミランの指揮を取り、チャンピオンズリーグを2度制覇したカルロ・アンチェロッティを新たな指揮官として迎えた。2009から10シーズンは、コミュニティシールドでマンチェスター・ユナイテッドを PK 戦の末に破り、4年ぶりに、 同タイトルを獲得した。この試合、PK 戦での勝利は、1998年のジャンルカビアッリ監督時代のリーグカップ、準々決勝戦以来の11年ぶりの勝利となった。チャンピオンズリーグでは、ラウンド16でモーリーにョ率いるインテルミラノと対戦した。結果は2002敗で、チェルシーはベスト16に終わった。プレミアリーグでは、 マンチェスターユナイテッドとの最終節までもつれた優勝争いを制し、4シーズンぶり4度目の優勝を果たした。当時ビッグーと呼ばれていたマンチェスターユナイテッド、アーセナル、リバプールとの直接対決において、6戦全勝を達成したことが優勝の原動力となった。このシーズンはアンチェロッティ監督の下、攻撃に磨きがかかり、シーズン通算103得点を記録。 これは1999から00シーズンのマンチェスターユナイテッドの97得点を抜くプレミアリーグ記録となった。特殊点差71も2007から08シーズンのマンチェスターユナイテッドが記録した58を上回るプレミアリーグ記録である。FA カップ決勝ではリディ・エドログバのフリーキックで先制し、ポーツマストのプレミアリーグ優勝。 再開対決を1から0で制して FA カップ2連覇を達成。クラブ初のリーグと FA カップ2冠を達成した。ユースチームも FA ユースカップで1960年61年の連覇以来3度目の優勝を飾った。2010から11シーズンプレミアリーグでは序盤は好調だったが主力の離脱や不調が重なり中盤以降失速。冬の遺跡史上では プレミアリーグ史上最高額となる5000万ポンドで、フェルナンド・トーレスや S ・エルベンフィカから、ブラジル代表 DF のダビド・ルイスを獲得した。終盤はもう理解して、首位のマンチェスター・ユナイテッドに迫ったが、最終盤の直接対決で敗れて2位に終わった。チャンピオンズリーグでもユナイテッドに準々決勝で敗れ、ベスト8で敗退。その他のカップ戦でも敗れ、3シーズンぶりの無冠となった。 監督のアンチェロッティは解任され、新監督には FC ポルトでモーリーニョ以来の3冠を達成したアンドレビラス・ボアスが就任した。2011から12シーズン2011から12シーズンに UEFA チャンピオンズリーグを発、聖波夏の遺跡史上ではラウル・メーレレスやフアン・マタ、ロメルル・カク、ティボクルトはオリオール・ロメウラを獲得。 アンドレビラス・ボアス新監督の下で再生を期したが、プレミアリーグではシーズン半ばから低迷。UEFA チャンピオンズリーグでも決勝トーナメント敗退の危機に陥り、WBA に敗れた。翌日の2012年3月4日にアンドレビラス、ボアスは解任された。後任にはアシスタントコーチのロベルト・ディマッテオが暫定で就任した。するとチームは調子を上げ、 決勝でリバプールを破り FA カップを制覇。UEFA チャンピオンズリーグ決勝ではバイエルン・ミューン,ケンと対戦。後半の37分にバイエルンのトーマス・ミュラーが先制点を挙げるも、後半43分にリディ・ドログバが不安またのコーナーキックからヘディングで同点とした。ドログバはこの試合を最後に対談することが決まっており。 その彼の得点時に解説を行っていたギャリー・ネビルの反応は有名である。延長戦では、ドログバのリベリエのファールで、バイエルンに PK が与えられるもこれを、チェフが防ぎ、結局1から1のまま終了。PK 戦では、チェフが5本すべてのコースを読み、うち2本をセーブした後、5人目のキッカーであった、ドログバがネットを揺らして、悲願のチャンピオンズリーグ制覇を達成した。 ロベルト・ディ・マッテオは暫定監督にもかかわらず FA カップと UEFA チャンピオンズリーグの2巻を達成した。2012から13シーズン暫定監督であったロベルト・ディ・マッテオが正式な監督に就任。ドログバやサロモン・カルー、エッシェンが対談する中、遺跡市場ではエデン・アザールやオスカル、マルコ・マリン、セサル・アスピリクエタ、ビクター・モーゼス、 アンドレアス・クリステンセンラを獲得。UEFA スーパーカップはアトレティコ・マドリードに敗れた。ティマッテオ監督は開幕からチームの指揮を取っていたが、11月に成績不振により途中解任。後続にラファエル・ベニテスが就任した。その後立て直しを図ろうとしたものの、UEFA チャンピオンズリーグはユベントスやシャフター・アルドネツクに競り負け、グループリーグ敗退。 グループ3位であったため UEFA ヨーロッパリーグに回ることとなった。なお、前年度王者がチャンピオンズリーグでグループリーグ敗退となるのは史上初であった。FIFA クラブワールドカップ2012にも出場したが、決勝で南米王者、コリンチャンスに赤橋準優勝に終わった。冬の遺跡市場では、入滑するユナイテッドからデンババを獲得した。それでも、 UEFA ヨーロッパリーグでは、決勝で SL ベンフィカを破り、前年度 UEFA チャンピオンズリーグ優勝に続き、UEFA ヨーロッパリーグを制覇した。これにより、UEFA チャンピオンズリーグと、UEFA ヨーロッパリーグのトロフィーを同時に、保持する初めてのクラブとなった。2013から14シーズン2013年6月3日、ジョゼモーリーニョの監督復帰が発表された。 フルハムから、マーク・シューーーツァー、レバー・クーゼンから、アンドレ・シュールレ、アンジマ・ハチカラから、ウィリアン、フィテッセから、マルコ・ファン・ヒンケル獲得。さらにはモーリーニョにとっては、インテル時代の教え子であるサミュエル・エトーをも獲得した。冬の遺跡市場では、フアン・マタや、ケビン・デブライネを放出したが、リバプール FC を出し抜きエジプト代表 FW の、モハメド・サラーを、FC バーゼルから獲得し、 セルビア代表 MF、ネマニャマティッチを SL ベンフィカから獲得した。プレミアリーグでは2014年2月4日に、それまで11戦全勝だったエティハドスタジアムでマンチェスターシティを4月27日に、そのマンチェスターシティとのプレミア頂上決戦を制したリバプールを破るなど、上位チーム相手には勝負強さを見せたが、 2014年4月20日のサンダーランドにホームで敗れるなど中盤から終盤にかけてアストンビラや WBA、ノリジシティといったい相手に勝ち点を取りこぼし3位に終わった2シーズンぶりの派遣奪回を目指したチャンピオンズリーグではアトレティコマドリードに2戦合計1から3で敗れ FA カップでは5回戦でシティにキャピタルワンカップは準々決勝で サンダーランドに敗れた。2014から15シーズン2014年8月、アトレティコ・マドリードからジエゴ、コスタ、フィリペ、ルイス、ティボクルトゥは FC バルセロナからセスク・ファブレガスを獲得。さらにガラタサライ SK からディディエドログバの約2年ぶりの復帰が決まったのに加え、冬にはフィオレンティーナからフアンク・アドラードを獲得した。キャピタルワンカップではダービーカウンティ、 準決勝では、リバプール、決勝は、トッテナムを撃破し8年ぶり5回目の優勝を果たした。チャンピオンズリーグでは、決勝トーナメント1回戦でパリ・サンジェルマンと、対戦。パリでのファーストレグを1の1で終えセカンドレグも、ケイヒルのゴールで先制し86分まで1から0、という意に立ちながら、くしくも4950万ユーロで売却した、ダビド・ルイスに、 同点のヘディングを決められるという竹べら返しを食らうと、延長戦でもアザールの PK で一度は勝ち越したものの、その前に PK を献上したセレソンのセンターバックチアゴシウバにもコーナーキックから事実上の逆転弾を決められ2戦、合計3から3、アウェーゴール差でベスト16で敗退した。しかし、2015年5月3日のプレミアリーグ第35節の クリスタルパレス戦で1から0で勝利すると勝ち点を83に伸ばし2009から10シーズン以来となる5年ぶり5度目のプレミアリーグ制覇を果たした200日以上も首位に立ち続けての優勝だった2015から16シーズン2015年7月長年チェルシーの守護神を務めた GK のペトルチェフがアーセナルに移籍したためアスミルベゴビッチを獲得した加えて FC バルセロナからペドロ・ロドリゲスを AS モナコからラダメル・ファルカオを獲得。UEFA チャンピオンズリーグではグループリーグを首位で突破して決勝トーナメントに進出したがプレミアリーグでは前年から10番を背負うアザールの初ゴールを開幕から29試合目まで待たなければならずジエゴ・コスタがウェイトオーバーになる誤算が生じ最小失点を誇っていた。 守備陣も11節を終えて、前年は11失点に抑えていたのが22、失点を喫するトパフォーマンスを落として会に低迷。第16節のレスターシティ戦に敗れ降格権まで1ポイント差まで迫られると、2015年12月17日に、ジョゼモーリーヌと契約解消。後任には、シーズン終了までの暫定監督として、フース・ヒディンクが就任した。 冬の遺跡史上では、アレシャンドレ・パトを獲得。チャンピオンズリーグでは3シーズン連続での対戦となったパリ・サンジェルマン FC に合計スコア2から 4? で敗れ2年連続ベスト16に終わった。2016から17シーズンアントニオ・コンテが新監督に就任。フィオレンティーナからマルコス・アロンソ、オリンピック・マルセイユからミシー・バチアイ、レスター・シティから昨シーズンの 奇跡の優勝に貢献したエンゴロカンテを獲得し、さらにはパリ・サンジェルマンからダビド・ルイスを再獲得、ビクター・モーゼイスがレンタルから復帰した。序盤戦はコンテが取り組んだ、3から4から3システムがハマり、第7節、ハルシティ戦から第20節のトッテナム戦に敗れるまで、クラブ記録の13連勝を達成するなど好調を維持。その後は、トッテナムに追いすがられるも、 第36節の WBA 戦で勝利し2期ぶりの優勝を決めた。2017から18シーズンコンテ体制2年目。ウィリフレード、カバジェロ、t m a バカヨコ、アントニオ・リュディガー、アルバロ・モラタを獲得する一方で、アスミル・ベゴビッチ、ネマニア・マティッチ、ナ・タン・アケ、ナ・サニエル・チャロバーを売却。クルズマ、ルーベン・ロフタス・チークをレンタルで放出。 その他には遺跡史上の最終日にダニードリンクウォーターとダビデザッパコスタを獲得し、アンドレアス・クリステンセンがレンタルバック。開幕戦でギャリー・ケーヒルとセスク・ファブレガスが退場して、バーンディ・ー FC に敗れる波乱の幕開けとなったが、その後はモラタなど新戦力がコンスタントに活躍し、リーグ3位の成績で2017年を終える。しかし、年が明けると、 主力選手がのきなみ調子を落とし、同じロンドン市内を本拠地を置くアーセナルから、オリビエジルーを獲得して乗り切ろうとしたが、チームも一気に低迷。特に、1月31日の AFC、ボーンワス戦を0の3、2月5日のワトフォード、FC 戦を1から4で落とす衝撃の連敗を、喫するなど1月と2月のリーグ戦、計7試合で2勝しかできず、 CL 出場圏外の5位まで順位を落としてしまった。4月1日のトッテナムホットスパー FC 戦を1から3で落としたことで4位との勝ち点差が10まで広がった。その後6試合を4勝に分けと追い上げを見せるも、最終節で、ニューカッスルユナイテッドに0から3で敗れて5位フィニッシュ。CL 出場圏を逃してしまった。シーズン終了後、アントニオコンテは解任された。 2018から19シーズン新監督に SSC ナポリの監督を退任したマウリツィオ・サッリを昇平。サッリに引き抜かれる形でナポリからジョルジーニを獲得した。また、守護神のクルトゥアがレアル・マドリードに移籍することになったが代役としてアスレティック・ビルバオからケッパ・アリサバラガオ GK 史上最高額の7200万ポンドで獲得した。さらにレアルからは マテオ・コバチッチをレンタルで獲得。TMA、バカイコ、クルズマ、ミシー・バチワイラをレンタルで放出した。当初は、サッリー独特のポゼッション戦術の浸透に時間がかかることから苦戦も予想されていたが、序盤から新戦力がフィットし、開幕12戦無敗とスタートダッシュに成功。冬の遺跡史上では、ビクター・モーゼス、セスク、モラタを放出し、 ゴンサロイグアインをレンタルで獲得。しかし、対策が進むと徐々に調子を落とし始め、24節、AFC、ボーンマス戦にゼロの4で大敗し、26節で、宿敵マンチェスターシティに0から6で惨敗すると6位に、転落死サッリ解任論が浮上。直後のカラバオカップ決勝で、ケッパがサッリの交代命令を拒否して、騒動になるなど、 チーム状態は最悪となった。その後は調子を取り戻し順調に勝ち点を積み上げると、終盤はアーセナル、マンチェスターユナイテッドラライバルクラブの急失速もあって順位を上げ、37節ワトフォード戦に勝利し1試合を残して4位以内が確定。結局3位で終了し CL 出場権を獲得した。カラバオカップは3回戦で、リバプール準決勝で、 トッテナムを撃破し4年ぶりに決勝へ進出。決勝はマンチェスターシティ相手に120分スコアレスと奮闘したが PK 戦で敗れた。FA カップは5回戦でマンチェスターユナイテッドに敗れた。L はグループリーグを5勝1分と無敗で首位通過すると無敗のまま丸目 FF、ディナモキエフ、スラビアプラハ、フランクフルトを撃破し決勝進出。決勝は アーセナルとのビッグロンドンダービーとなったが4から1で勝利し5年ぶり2度目の優勝を飾った。欧州大会では11年ぶりとなる大会無敗優勝となった。2月22日、18歳以下の選手に関する移籍条項に違反したとして FIFA から今後2度の移籍市場における補強禁止処分を受けた。補強禁止処分を受けるのはレアルマドリード、アトレティコマドリード、 バルセロナに次いで4クラブ目、プレミアリーグでは史上初となる。2019から20シーズン監督サンリが母国イタリアへの復帰を希望し、ユベントス FC の監督に就任。新監督に2部のダービーカウンティを率いていたクラブのレジェンドであるフランク・ランパードを招聘した。また補強禁止処分のため新戦力は昨年冬に獲得していたクリスチャン・プリシッチの他は、 ミシー・バチュアイ、クルズマ、タミー・アブラハム、メイソン・マウントといったレンタルバックで加入した若手のみに止まった。その一方で、長年エースとして活躍したエデン・アザールが、かねてより熱望していたレアル・マドリードへの移籍を果たしたほか、ゴンサロイ・グラインは買取オプションを行使せず、ユベントスへ復帰し、ダビド・ルイスはアーセナル・ FC へ電撃移籍するなど、複数の主力選手を失った。 こうした状況もあって、下馬票は高くなく、リーグ戦、トップ10フィニッシュすら危惧する声もあったが、いざ開幕してみると12節で2桁得点に達した、アブラハムやクラブのリーグ戦、最年少ハットトリック記録を塗り替えたプリシッチ、さらには、マウントやフィカヨともに、リース・ジェームズといった若手選手が続々とブレイクし、第7節からの7連勝で4位まで浮上。 その後は調子を落としたが、なんとか4位を守ったまま新型コロナウイルスによる中断期間に入る。中断明けからは調子を落としてきた3位レスターシティ、逆に調子を上げてきた5位マンチェスターユナイテッドと、三つどもえの CL 出場権争いとなり、最終節まで CL 出場権獲得チームが決まらない大混戦にもつれ込んだが、最終節でウルバーハンプトン号2から0で破り4位と、 なり CL 出場権を獲得した。2年ぶりに参戦となった CL は、グループリーグで、アヤックス、バレンシア、リールと同組になり、大混戦のスス最終節で、リールに勝利して2位に浮上し、逆転で決勝トーナメント進出を決めた。ラウンド16では、バイエルン・ミュンヘンと対戦。この年トレベルを達成する相手に、力の差を見せつけられ2戦。 合計1から7で完敗、4大会連続のベスト16敗退となった。12月6日、補強禁止処分に対する異議申し立てが CAS に認められ、処分軽減の最定が下された。これにより混同の遺跡市場から選手補強が可能となった。しかし、結局冬の遺跡市場で新戦力を獲得することはなかった。 2020から21シーズンランパード体制2年目。昨年補強がなかったために発生した、潤沢な補強資金を使い、超大型補強を展開。シーズン中の2月に、アヤックスから、ハキムチエク、6月に、RB ライプツヒからティモベルナーの加入が決定。移籍期間になると、レスターシティから、ベンチルーエル、クラブレコードの移籍金でレバー空前から MF。 カイ・ハフェルズ、PSG を対談したチアゴ・シューバとニースを対談したマラングサールをいずれもフリーで獲得。シーズン開幕後には、レンルからエドアール・メンディも獲得し、獲得に費やした遺跡金は300億円を超えたとも言われる。一方で、7年在籍したウィリアン、5年在籍したペドロが対談し、ミシー・バチアイ、ロス・バークリー、ルベンル・フタス・チークが、 出場機会を求めて、レンタル移籍するなど、大幅な地の入れ替えが行われた。大型補強により悪心が期待されたシーズンは、9月末から12月初めまで、公式戦17試合無敗を記録し、リーグ戦でも12月5日に、暫定主位に浮上するなど安定した戦いを見せて、いたが、ベルナーが発設のシェフィールドユナイテッド戦を最後に、得点を挙げられなくなり、 ハフェルツやツエクは適したポジションを見つけ出せないなど、新戦力の融合に苦しみ、12節のエバートン戦に1から0で敗れてからは、6試合で1勝1分に4敗と、9失速。前半戦を9位で折り返すことになり、1月25日、フランク・ランパード監督が解任された。翌日に前 PSG 監督のトーマス・トゥヘル監督が就任すると、 そこから14試合で2失点と剣士を手に入れ、チームが一気に復活。退場者を出した30説、ウエストブロムビッチアルビオン戦こそ2の5で落としたが、35説まで16試合で10勝5分いっぱいで3位まで、浮上し、レスターシティ、リバプールとの CL 出場権争いに入り込む。36説のアーセナル FC 戦で敗れたが37説に、 レスターとの直接対決を制した。最終節はストンビラ戦で敗れたものの、レスターがトッテナムホットスパー FC に敗れたため、4位で CL 出場権を獲得した。FA カップは順調に勝ち進み、2年連続で決勝に進出するも、決勝でレスターに屈して2年連続の準優勝に終わった。カラバオカップは2回戦でトッテナムに PK 戦の末敗退した。 チャンピオンズリーグは、グループリーグで、セビージャ FC、FC クラスのダール、スタッドレンヌと同組になり、4戦目に3勝1分で、決勝トーナメント進出を決め、5節に、オリビエジリューの4ゴールで、セビージャを破って、首位通過を確定させた。監督交代を経て、ラウンド16はアトレティコ・マドリードと対戦し、2戦、合計3カラレーで7年ぶりに準々決勝。 進出を決めた。その後 FC、ポルト、レアルマドリードを撃破して9年ぶりに決勝に駒を進めると、決勝ではリーグ王者のマンチェスターシティと対戦。42分にハフェルツが挙げた CL 初ゴールを守り切って9年ぶりに優勝を果たした。現、オーナーロマン、アブラモビッチの就任当初は、スター選手の大量補強で話題となったが、 ジョゼモーリーニョの監督就任後は、彼の意向に沿った堅実路線を取り、調和を重視した成熟されたチーム作りが行われた。ただ、アブラモビッチの豊富な財力を背景にした資金力は欧州随一で提示する遺跡額は相対的にも桁違いである。例えたクラブが遺跡交渉を進めていても、 チェルシーが介入した時点で、資金力の差から獲得を断念するケースもしばしば見受けられる。そのため、遺跡市場のバランスを崩しているとの批判も多いが、一方でこの資金力を目当てに、相場を超えた遺跡金をチェルシーに対し要求するクラブも多いと言われている。少なくとも、慢性的な資金不足に悩むクラブにとって、チェルシーに選手を売却することは、 クラブの財政には好影響を与えるものであることは間違いなく世界全体の遺跡マーケットを活性化し資金を流動化させているとの見方もある。また近年のプレミアリーグにある遺跡傾向などからリーグの資産価値そのものを高めた先駆者として一定の評価をする有識者も存在する。2006から07シーズン開始前の遺跡市場では AC ミランから ウクライナ代表 FW アンドリーシェフチェンコ、バイエル・ミュンヘンからドイツ代表 MF、ミハエル・バラックを獲得するなど、レアル・マドリードに代わり遺跡史上の主役となった。こうしたスター選手の獲得に加え、将来を有望視される若手選手の発掘も、チェルシーの得意とするところであり、将来を見据えて、ラッサナ・ナディアラ・オルアーブルから獲得。最近では、ノルウェーのリンとマンチェスター・ユナイテッドの 共同保有選手であったナイジェリア出身の若手 MF、ジョン・オビ・ミケルを獲得し、またフェーエーノ・ウォルトからは FW ・サロモン・カルーを新たに獲得。しかし、近年では若手の育成にも力を入れるなど、将来を見据えた基盤改革を行っている。2010から11シーズンは極度の不振により一時5位まで交代。そこでフロントはリバプールからフェルナンド・トーレス。 ベンフィカからダビド・ルイスを冬の遺跡期間最終日に獲得するなど大型補強をした。2011年夏の遺跡期間ではフアン・マタ、ロメルルカク、オリオール・ロメウ、ティボクルトゥアを獲得し、2012年の夏の遺跡期間ではオスカル、エデン・アザールを獲得するなど世代交代を進めている。2013年夏の遺跡期間ではバイエル・レバー空前から アンドレ・シュールレ、フィテッセから、マルコ・ファン・ヒンケル、アンジマ・ハチカラから,からウィリアン、サミュエル・エトを獲得している。2014年の夏の移籍期間では、ロメルルカク、ダビド・ルイスラを放出した資金を元手に、ジエゴ、コスタ、フィリペ、セスク・ファブレガスラ即戦力を補強し、ティボクル・トゥア・ワトレティコから、ローンバックした。2020年夏の移籍期間では、他のクラブが、 新型コロナウイルスの流行による減収によって、資金不足に苦しむ中、前年の補強禁止処分により、例年以上に潤沢となった資金を元手に、ハキム・ツエク、ティモ、ベルナー、ベンチルーエル、カイ・ハフェルズ、シアゴシウバラ即戦力を補強。獲得に費やした遺跡金はにマンチェスター・シティの1.5倍以上、総額で300億円を超えたとも言われ、ヨーロッパで、 最も遺跡金を支出したクラブとなった。同じ西ロンドン日本教区フラムや QPR とはライバル関係にあり、両クラブの試合はウェストロンドンダービーと呼ばれる。マンチェスターダービー、ノースロンドンダービー、タインウェアダービーなどと並ぶダービーマッチの一つである。近年上位を争っているアーセナルとの戦いはビッグロンドンダービーと呼ばれる。フラムとの縁は深く、 1905年のチェルシーのクラブ創設以来続いている。前述のようにスタンフォードブリッジはフラムの本拠地として使用依頼を受けていたものの金銭面で折り合いがつかず拒絶されたことにある。その結果中に浮いたスタジアムの有効利用のためにスタジアムのオーナーは自らチェルシー FC という名の新しいクラブを立ち上げた経緯がある。スタンフォードブリッジの ウエストスタンド入り口略称説明、ベルナー11、ハフェルツ29、エムマウント19、ジェームズ24、ジョルジーニョ5、カント7、チリュウエール21、リュディガーニティシューバロクアスピリクエタ28、メンディ16中、選手の国籍表記は、フィファの定めた代表資格ルールに基づく。カッコ内の国旗は、その他の保有国籍を、星印は、EU 県外選手を示す。かつて、 ジャンフランコゾラのつけていた25番は、公式な永久欠番とされてはいないものの、彼の対談後につけた選手は存在しない。中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。参加クラブ。 ありがとうございます。